こんばんは、お疲れ様です。ちょっと今日は疲れました。えー、っと、この頃ですね、あの、事前授業みたいな感じで、サポートするというあ、あの、ことを考えてみました。人の役に立つためにサポートするということです。 えーと魚釣りについて話題を変えましょう。魚釣りについてですけど、今からはですね、金江湾、湾口、マダイ、えー、ヒラメ、ヒラメときたらいいかとかですね、カンパチ、ブリ、ブリはもう、洋食中といけませんけど、天然、 天然は虫が入ってたりしますけど。まあ、結構、あの、吹き上げあたり、あの、吹き上げ周辺といえばですけど。まあ、はっきりとは場所は言えないですけど、釣れてるらしいです。ちょっと耳より情報でした。釣りの醍醐味といたしましては、 釣りはですねちょっと寒気もよだつ釣り。夜釣りに行かれて寒気を味わう。ちょっと天神だし、ちょっと、ちょっとあっちら系みたいな、<laughs> ちょっとやばい系みたいな、<laughs> そっちの方がやばいねみたいな感じですそそ。それに恐れないことですね。 えっと、何人かですね、人をあの4、5人で行かれることです。ねライフジャケットをですね、必ず、あの、ライフジャケットっていうかですね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、浮くものを持っていく、それと、ペットボトルですね、ペットボトルを、 の、2リッターの水、水とかですね。水はいいですよね。水を2本ぐらいい,いい考えだと僕は思いました。最近は勉強しすぎて頭がおかしくなりそうで怖いです。天神和春怖いよね。 でしたバカだね先人は